今日はココスにやってきたぞ。前回のコラボが1年ぐらい前だった気がするが、第2弾がまさかやってきたからな。コラボメニューを食べて限定のカードをゲットしに行くぞ。ココスに全速前進だ。コラボ初日に行ってきたが、コラボの看板が早速ね、店の入り口にあったぞ。早速メニューをオープン。今回のコラボメニューはクリボーのドリアとメーグちゃんのパフェか。ブラックマジシャンガールのパフェとラッシュのカレーパンパスタは12月に登場するらしいから、その時にまた食べに行くとするか。そしてコラボメニューを1品頼むごとにスペシャルなパックが1枚もらえるというわけで、前回のコラボとはちょっと違う感じのラインナップになっているね。コラボ限定モンスターも前回とはイラスト違いで登場しているため、ぜひ引きたいところで、早速クリボードリアが来たぞ。クリボーを模したミートボールが入っているね。増殖に合わせてちゃんと5個入っているのも細かいぞ。毎回ちゃんとしたコラボメニューを作っているとは気合が入っているな、ココス。30歳を超えた胃袋には十分すぎるほどのボリュームで、これだけでもお腹いっぱいになりそうだね。そして次に注文するのはコラボメニューのメーグちゃんパフェと名物のハニーメープルココス。わたあめが乗っていてかなりのボリュームだね。クリボードリアの後ではさすがに一人では食べきれないからな。スタッフ含め4人でシェアして食べたぞ。食後はパック開封で、スタッフのミヤコとマロンくんが開封対決をしたが、ブラックマジシャンガールとハンバルグとはなかなかいいカードを引いたね。では俺も帰って開封するぞ。さあ早速開封していくぜ。ココスと遊戯王のコラボパック。前回のコラボで収録されたね、ラッシュの方はココスで OCG の方はスチームナイツハンバルク。この辺は今回イラスト違いで封入されているようだ。さらに他のカードもね、ブラックマッシャンガーでフレームウィングマンとか、その辺のカードも特殊なイラストで封入されているらしいぞ。ガハハ、合計に3パックだからね、4分の3ということで全部は揃わないが、せめて被らないように引きたいところだね。はぁ、では早速、1人1パックずつ開封していくぜ。では俺の先行、まずは OCG からだ。ハサミを使っていくぜ。行くぜ、俺のターン。ドロー。はぁ、こいつはスチームナイツハンバルグ。前回はね、赤っぽいイラストだったが、今回はこう包み焼きというなんかこうアルミホイルでね、包まれてるようなそういう感じのシルバーになっているぜ。もっと腕にシルバー巻くとかさ。はぁ、レベル8の2468、レベル8の通常モンスター戦士族ということで、今のところね、カオスソルジャーがまあ一応非常にレアではあるが、あることはあるが、手に入りやすいレベル8の戦士族バニラという点ではかなりね、有用性が高いからな。原石とかにも対応しているぜ。続いてはラッシュデュエルの方だ。行くぜ、俺のターン。ドロー。はぁ、こいつは幸せの魔法使いココッシュ。レベリオン1400、光属性魔法使い族モンスター。前回はね、黒っぽい背景だったが、今回ははぁ、ミレニアムな感じのはぁ、黄色っぽい背景になっているぜ。ココッシュは実際今回メニューでも頼んでみたが、なかなかうまかったな。はぁ、ココプリンとかね、12月には新カードも出るようだが、ココッシュちゃん地引きできてよかったぜ。ふーん、遊戯、コラボのね、ふーん、オリジナルキャラクターを2枚引くとはなかなかやるな。だが、俺もレアカードを引いてみせるわ。なっつーら、ふーん、エレメンタルヒーロー、フレーミングマン、フェイバリットカード。ヒーローもね、ふーん、イービルヒーローの強化がね、スプリームダークネスで効いたが、フレームウィングマンも、ふん、まあ、こいつはね、フレームシュートが来たから、ちょっとあいつが非常に優秀なわけだが、さあ、フレームウィングマン。今でもね、ラッシュデュエルの方で今結構活躍をしているからね、OCG の、ふーん。このイラストも非常に味わい深いですね。さらにラッシュの方も引いていく。うわーっとのほーん、こいつはロイヤルデモンズヘビーメタルのカード。ロミンちゃんのね、兄貴が使っているロイヤルデモンズ。モンスターはレベル5以上をリリースしてこのカードを召喚したターンに発動。相手のレベルが一番低いモンスター一体を選び、このカードの攻撃力は選んだモンスターの攻撃力分アップ。そして選んだモンスターは破壊される。なるほど。相手の雑魚モンスターを粉砕しつつ、自身の攻撃力を上げると。相手の場に1体しかモンスターがいなければ、そいつをね、破壊して、さらに攻撃力もアップして、ダイレクトアタックという。結構今でも通用しそうな、強力なカードだ。じゃあ俺も最後に引かせてもらおうかね。ココス遊戯王コラボ記念カード。いいぞ、こいつはハンバルグのカード、2枚目だぜ。高等儀式とかね、今は結構原石とかその辺のサポートも増えたため、2500、守備力200のため震源の爆発にも対応しているぜ。さあではラッシュの方も引いていこうかね。ああ、いいぞ、こいつはロイヤルデモンズヘビーメタルか。2枚目だよ。
というわけで、ハンバルグ2枚にね、ココシさん1枚と、コラボ記念のね、オリジナルカードを引けてよかったぜ。ハンバルグは真面目にね、今原石がね、環境とかでも、ブルーアイズと合わせて使われていたりするからな。この辺をね、前回のね、コラボの時も引いたが、イラスト違いで1枚ずつ入れても面白いかもしれないな。ココスのコラボは12月にね、第2弾が来るからな。そこではココプリンとかになんか、スチームナイツのなんかね、牛みたいな、ステーキみたいなやつが来るわけだが、そいつもぜひゲットしたいぜ。またココスにみんなで食いに行くか。ではそんな感じで俺はこれでターンエンド。さあ昼飯をねいっぱい食ったから運動がてらにデュエルでもするか。